朝の7時半です。今日はこれからローマからパリまでバスで20時間ぐらいかけて向かいます。朝の5時半です、やっとパリに到着しました。20時間ぐらいかかりましたね。結構しんどかったです。ゲストハウスが3時半にならないと入れないので、とりあえずもそっちの方向にまで向かいたいと思います。朝早く着きすぎてどこもやってないな。朝が寒くてちょっと体が冷えて、風邪ひいたかな。ちょっとその後ゲストハウスの前のところでベンチでちょっと横になったら、そこも寒くて、今日はこの後アコさんが、2時半とか3時ぐらい着なのかな。で、夕方なんか友達と会うまで暇だから、どっか行こうってことで、多分ラーメン屋さん一緒に行ってきて、ちょっとラーメン屋さん食べてこようかなって。パリはサクッと見ると結構ラーメン屋がたくさんあって、パリの観光地のオペラの目の前ですね。なんかまたイタリアとは違って、なんかこっちの方がクラシックな感じがするね。ああ、この通りはなんか景色がいいね。ここね。なんでそれからなんだブレブレだしみたいな、ほとんど使えなかった。美味しいですか？さっぱり系の担々麺。パリ2日目です、今日は、エッフェル塔とか全然なんか見てないので、
その辺ちょっと時間ある限り行ってみようと思います。ルーブルの入り口前に来ました。昨日より混んでんじゃないかな。これ3時間ぐらい待つんじゃないかな。なんか並んでみたら思ったよりどんどん進んで中入れてチケット買いました。10時半からなんでこのままルーブル美術館完食したいと思います。すごい広いな。とりあえずメインのだけ見たいけど、これはなんだ、電波探してんのかな。あ、これ知ってるな。天井にもいっぱい絵が描かれて、なんか人が多くて目が回るな。うるさいし、わ、モナリザめちゃくちゃ並んでる。もう人も多いし広いしで1時間でダウン。あとは凱旋門、あの辺が歩いても行けそうなとこなんで、その辺まで、まあ、体力あれば行きたいと思います。上に登るにはチケット買わなきゃいけないみたいだけど、まあ下からでも全然いいかな。ここまでは無料で見れます。あんまりフランスっぽいの食べてないんで、ハンバーグ、冷たいハンバーグ。朝の、11時です。今日この後12時半かな、赤さんの妹がイギリスから来るみたいなんで、駅でピックアップしてそのままみんなで車でナントに向かいます。でナントで、ボート借りてるのかな、エアビー でそこでみんなでピクニックっていうかボートで食事して一泊して、その後次の日はマルタで会ったフランス人のファミリーのファイナリーに行って、行ってきます。駅に到着しました。これで多分ヨーロッパの国々の電車がつながってるのかな。便利ですね。ここでランチでピクニックします。パテとかなんか持ってきてくれたみたいで、カロットのやつ出てから、なんだろうこれ、これイチジクで、イチジクか、すごいな。すごいな。これで運転もできるのかな。あ、シャワーもついてるんだね。あ、その木がある。あ、一緒に。で、その帰りになんかビールとか買ってって感じ。そうそうそう、ビールとか多分それ1階とかにそこら辺に売ってると思うけどさ、中断層の声がすごい多いんですよ。昔の
これいいな、ね、盛り付けがなんか綺麗綺麗、うん、なんかこの上のなんだろう、チャイブスかな、チャイブス、これじゃん、はい、まるでブルターニュ版ピザみたいな、うん、まあそんな感じだね、なんかそんな匂いだし、美味しい、結構バターのコクがしっかりついてて美味しい、うん、クレープが美味しいな、うん、うん、美味しいですよね、うん、まあ、特にソーセージ と、ね、そうだね、トマトは、チラシ、うなぎありましたよ、おお、これがうなぎか、これうなぎか、でもなんかうなぎ干からびてんな、すごいな、おお、あ、これか、貯蔵庫、すごいね、これここの右側は今年全部新しくして、うん、入れ込んでこのタンクとかの方が熟してる、うん、でもうまい、うん、お隣さんがなんかこういうワインにする、うん、これなんかスパークリングの感触が好きなので、この前それこそ飲んだあの、シュワってなんか残してダッサイになったらスパークリングMais c'est vrai que c'est fini pour lui, hein, ça fait des chèques pour lui. Ouais. Après dans 12 semaines, c'est très fatigué. Et Nina, c'est cool, hein. Bah, après, j'espère qu'il prendra, oui, dessus. Parce qu'il commence à fatiguer dur. Non, mais je voulais mettre ça au pot. Aujourd'hui, ma femme, ma fille, sont à Paris. Ah, oui. C'est pour ça qu'on prend. Il est rentré. Un homme était. Ce homme. Ce homme. Non. Juste, attends. Carabine, combien? Vraiment. Carabine, c'est. Ah, c'est. Ah, c'est ouvert. Neuf bons. Quoi?夕方の5時半です。今日はこれからニュージーランドに住んだ時に一緒にラーメン屋さんで働いてたスマイルっていうフランス人のお店に行ってみます。Whisky et Perrier. Merci. On adore. Ah, c'est beau. Very nice. Yeah.